はい、で、うっす、ライバロリのウルトラルールの対戦動画のお時間です。ウルトラルールやるとき、僕、左のパーティー5回ぐらい動画してるんですよ。さすがに擦りすぎて、飽きられつつあるので、まあ、次からウルトラルールやるときは生放送とかでやろうと思うので、今日で皆さんとはお別れです。今までありがとうございました。ということで、ぜひ最終回楽しんでも行ってもらえればなと思います。ザ・サクサランドさん対戦よろしくお願いします。ルナーラ・ゼルネアス VS ルナーラ・ゼルネアスですね。まあ、テテフまでは一緒で、サポート要員がドーブルと、あと猫魂打てるミミロップか。ミミロップ珍しいですね。大体ガルーラとかのイメージなんだけどな。まあ、ドーブルが、なんかめんどくさいんですよ。この指に止まれたの猫魂だの、なんか奉仕だのやってくるから、バレルから入るか。バレル今回、ウタンの実持ってるんで、まあ、相手のルナーラとかテテフにも行って動けるから、バレル、ゼルネから入って、まあ、ルナーラも出し毒だから出しといて、まあ、ラスト何でもいいけど、テテフが一番役に立ちそうだから、テテフで、これで行こうと思います。で、まあ、編集機材じゃねえ、吸音材を買おうっていう話をしてて、まあ、実際さっき、見たんですよ。吸音材売ってるかどうか。まあ、そしたら今、ゴールデンウィーク期間中だから、どうあがいても、ゴールデンウィーク明けにしか届かないような、設定ばっかしてあるところが多くて、まあ、ゴールデンウィーク中は多分、この声だわ。よろしくお願いします。このゴールデンウィーク中に、マジ、僕のこと見た人、声キモいって思わないでほしいわ。何この動画投稿主、声キモさよならみたいな。見捨てないでくれ、僕のこと。見捨てないでよテテフルナーラ。まあ、これ、キノコが歌の実持ってるから、まあ、歌の実はエスパー技を半減する木の実ですね。まあ、だから一発バレルが攻撃耐えてくれると思うから、まあ、ルナーラ、追い風とかじゃないっすか、この対面。ルナーラ追い風のテテフがエスパー技をバレルに飛ばしてくるみたいな。まあ、もしくは、テテフとルナーラの集中攻撃でゼルネアス、まあ、サイコショックかけるサイコショックみたいな動きをしてくると思うから、ゼルネ一旦守ってバレルで方針盤に撒き散らします。まあ、多分通ると思うけどな。うん。キノコは絶対一回、キノコに集、マジックルーマーまずい!マジックルーマーまずいぞ、これマジックルームね、そう、持たせた道具の効果がなくなるんですよ。まあ、つまり、ウタンの実を持たせてても、バレルが貫通して殺されるっていう。ああ、まずいまずいまずい。マジックルームの利点は、あとゼルネアスのジオコントロール、パワフルハーブを封じ込めれるから、ジオンコントロールを、まあ、速攻させないとかいう、まあ、技自体は知ってたんですけど、ダブルバトルではあるの。普通にはめられたわ。完全に自分がスカーフテテフ使ってるから、相手のテテフのなんか変な技全然警戒してなかった。まあ、これもルナーラ同士の同速で勝つしかねえな。ちょっと頼む。勝ってくれ。これ同速ここ勝って相手のルナーラ潰せなかったら負けなんだけど。いやでもノーマルタイプが2体いるのがうざすぎる。ミミロップとドーブル。ルナーラ方向に、まあ、Z 技打つんですけど、ロップとかドーブルに引かれたら負けか。考えない方がいいかも、その可能性は。ルナーラでルナーラを攻撃しつつ、まあ、多分相手のカプテテフが僕のゼルネアスにエスパー技、まあ、サイコショックが一番ありそうだけど、まあ、自然の怒りとかもあるかもしれない。攻撃してくると思うので、あ、オッケーオッケーオッケー。このため、こう、ルナーラ対面でルナーラをぶち殺すために僕のルナーラは臆病最速にしてある。まあ、もしかすると相手のルナーラも臆病最速だったかもしれないですけど、なんかマイク関係で行くと、お前めちゃくちゃ唾飛びそうな喋り方してるなって、まあ、コメントで時々言われるんですけど、まあ、実際、こうやって動画撮るときは、唾飛びそうな喋り方してますね。まあ、その方がなんか声がハキハキして喋れるので。なので、なんかこうやって動画撮り終わった後とかは、僕の DS の画面唾でべっちょべちょになってるし、なんかパソコンの画面とかも、なんか唾の、唾垢っていうんですか、水垢ならぬ唾垢みたいな点々めちゃくちゃついてて、なんか一番わかりやすいのが、なんか僕一回動画とかでも何回か紹介したことあるんですけど、なんか僕のクソ汚いマイクあるんですよ。唾飛びすぎると、まあ、僕の唾が飛びすぎてサビがついたみたいなとこあるからね。皆さんもなんか自分の唾液の力、あれですよ。舐めない方がいいっすよ。ゼルネアス、相手ゼルネアス出してきたけど、相手のゼルネアスもそのパワフルハーブの効果ね。なんだっけ、マジックルームの効果で失ってるから、ジオコントロールできないんだが、これ、追い風打ってゼルにサイコショック打つのが正解だと思うんだけど、テテフ引っ込めた?ロップ。あれか、テテフの方向にゴースト技飛んでくる警戒であれか、ロップに下げたんだと思うけど、まあ、でもこれは僕からしたら、うわ、ムーブをテテフか、これは落ちるな、さすがに。はい。倒されていく。
く、まあ、追いかせ張りとけばいけそうだけどな。まあ、僕のポケモンもう2匹落ちちゃいましたけど、まあ、追いかせ張ってる分こっちがアドだと思うんですよね。で、ゼルネ投げて、ここむずいな。僕のポケモン一切守る必要がないから、まあ、サイコフィールドもあるんで、女神ミロップの肝っ玉猫騙しを警戒する必要もないし、まあ、僕側が守るメリットは追い風が、まあ、切れるんで、まあ、守るメリットしっていうかデメリットしかなさそうな対面だから、両攻撃でいいと思うんだけど、まあ、攻撃をどうやって飛ばすかだよな。サイコショックをミミロップでいいか。メガ進化してきたら格闘が付与されてサイコショックでそのまま押し切れるし、メガ進化してこなかったらロップそんな耐久なさそうだから、サイコフィールドサイコショックで結局ミミロップ飛ばすそうなんで。いい加減マジでウルトラルールのレートマジで上がんねえんだけど、一生1600前後ウロウロしてるもんな。これが適正レートかもしれない。相手女神ミロップに進化してくる。まあ、これは、まあ、正直どっちでもよかったんで、サイコショックでロップ消し飛ばして、まあ、ムーンホースがね、まあ、ゼルネアスジオコン2前だったら結構入ると思うから、まあ、勝ったと思うけどな。相手だって、ゼルネとテテクでしょ？これ僕側の、おー、C をさらに下げていく。ムーンホース。まあ、これ、特攻下げたんで、余裕を持って耐えれそうですけど。あ、そっちなんだ。やられたらやり返す。そういうことですね。カプテテフ。あー、でもこれ特攻下げられたから、シャドウレイでカプテテフワンキルできないのか。で、テテフ、いや、守るがあるとちょっとめんどくさいけど。いや、でもこれマジカルシャインとシャドウレイで勝ちか。ああ、守られたとしても、どっちかに守られたとしても、結局、この攻撃の仕方しとけばどっちか死ぬし。あ、オッケーオッケー。対戦ありがとうでした！この対戦ルール90戦やって50勝40敗なんだけど、むずすぎだろ。PNCHII さん、対戦よろしくお願いいたします。カポエラーが珍しいですね。まあ珍しいっていうかそのダブルのカポエラーが威嚇その猫騙しを使えて強いってのはまあ前から言われてたんですけども、なんか最近はその枠はガオガエンになってるイメージ。早相手。うわ、わかんねえこれ。早え。でもトリックルームからの海洋ガで潮吹きなのはわかる。まあ、地味にレッグーザもしんどいんですよね。テテフから入りますか。スカーフテテフでツンデにトリルされるとめんどくさいからルカリオ。まあ、テテフ投げとけばバレルとか、カポエラーも牽制できそうなんで。で、トリル貼られた後のケアにバレル。ただこの戦術だとルナーラかゼルネアスどっちか1枚しか持ってけないから、パワーとしてはちょっと弱いんだよな。ルナーラ出すかゼルネアス出すか。いや、なんかルナーラは最初に出して追い風とかしてやっていきたいイメージだから、後半から出しても強そうなのゼルネの方だから、まあ、これはなんか理由は特にないですね。なんとなくゼルネの方が強そうだなっていう。そういう理由でね、この選出しました。モノバレル、久々に出しましたね。まあ、僕のモノバレルって言えば、サイオレキヨっていうニックネームのモノバレルが有名ですけど。やばい、ちょっと待って、わ、笑ったらマジで、ガチ勢の人にマジで殺害予告されるからな。あ、別になんか、あれです。特に深い意味はないです。忘れてください。で、いや、これ、いや、これバレル、あれだよな、ウタンとか、タスキ持ってるよな。で、怒りの粉はバレルがして、積んで積んででトリックルーム貼ってくると思うんだけど、まあ、テテフはとりあえずサイコショックバレルに言っといてよくて、まあ、積んではこのターン、トリルから入ってくると思うから、まあ、テテフは落ちないと思うんだよな。で、ルカリオでインファを積んで積んでに言ってしまうと、サイコショックとインファがバレルに吸われて、トリルターンを最大で残した状態で海洋画が出てくるから、ここルカリオで殴るの多分得策じゃないんで、クレバーに行くわ。一旦引くわ。ルカリオ下げて、バレル。まあ、ウタンじゃなかったら、タスキダのウタンだったのでなかったら、まあまあ粉だよね。まあ、そのままバレル突破できて、まあ、裏から海洋画とか出てくると思うんだけど、まあ、トリルカのバレルは結構強いんで、あ、まあまあだよな、だよな、だよな。行動保証用に持たせてある。まあ、ここまでは読んでって、おそらく積んで積んでがトリックルームをしてくるのも、まあ、なんとなくわかってて、まあ、相手のバレルは落としに行っていいか。テテフ、これ積んで積んで何してくんだろうな。ジャイロをテテフとかに打ってくるんですかね。サイコショックで相手のバレル倒していいか。で、ジャイロをテテフに打たれるとめんどくさいから、なんか怒りの粉でも打ちます。ああ。で、これで、まあいいと思うんだけど、どうすか。あ、ストレッチか。いや、ストレッチは良くない。は、強。マジふざけてる。キノコの星。ああ、ああ、ああ、やばいやばいやばい。ちょっとね、怒りの粉草タイプに効果ないの。
あれだった、忘れてた。にわかかなこの人。自分でモロバレル使ってるのににわかかな。やべえ、マジ。怒りの粉でモロバレルの攻撃も吸えると思ってた。やべえ、これミスった。まずいまずいまずい。どうしよう。え、ちょっとルカリオに下げて、バレルは、え、違うな。テテフを、テテフは居座りでいいや。で、モロバレルの再生力を一回使いたいから、バレルをルカリオに交代しよう。まあ、多分バレルと積んで積んでてルカリオに対してやることないから、まあ、ルカリオ出しとけばトリルターンも粘って稼げるっていう、そういう考えですね。ルカリオー、あー、まあ相手もそれ分かってるからバレル引っ込めて変えようが、まあ、トリルターンを無駄にしたくないってことでしょうけど、おーか。ってことは、まあバレル落とすために積んで積んではエッジをルカリオ方向に打ってそうだけど、原始回帰、始まりの海。始まりはね、絶対に流行らないね。終わりに比べて、五感が悪すぎる。テテフここ起きないかな。あ、まあ、エッジは多分ルカリオ方向。はいはいはい。で、4分の1だからまあ受け入れる。うわ、ここ起きてくれてたらバクのアドンゴだったけど、まあ、うまいことまだトリルターン消費できてるな。で、テテフは多分いらないから、まあ、適当に突っ張らせて、ここをルカリオ守ります。で、テテフをわざと倒してもらって、最寄り起用じゃなかったモロバレル出して、また再展開を試みようっていう考えですね。まあ、再生力使っとけば積んでの攻撃耐えるだけの HP 残ってると思うけどな。てかさっきのエッジ急所がスキルスワップ？何？スキルスワップ？ああ、これあれか、スキルスワップでビーストブーストを海洋ガに上げるのか。そういう戦術もあるんですね。で、潮吹き。まあ、これはルカリを守って、テテウは、ま、さすがに落ちますね。うん。フルパワー潮吹きだから。で、これであれね、ビーストブーストで、まあ、海洋ガの多分一番高い能力っていうと、特攻だから、はえー、桜ちゃんになっちゃったわ、今。まあ、でもトリルあるから、トリルかでバレルで大金眠らせればいいだけだけど、いやー、これエッチー。いや、さっきの急所なかったらエッジ絶対耐えてたんだけど、今回のも。いや、もうこれバレルがでもストーンエッジ耐えてくれることを信じて、いや、もう方針を海洋ガに打つしかないよな。で、ルカリオはインファイトを多分積んで積んで方向に打っとけば、まあ、なんとかなると思う。まあ、この盤面の行動順は積んで積んで1、モロバレル2、海洋ガ3、ルカリオ4なのは確定だから。は？何これ？うわ、やべえこれ！うわぁ！いや、それは知らん。いや、さすがにバレル方向だよな。うわぁ。いや、この対戦マジで綺麗にボコボコされたんだけど。いや、マジか。積んで積んで強すぎて笑うた。いや、笑ってないけど。いや、まあ、ここまでボコボコされると、ま、スッキリだよな。まあ、これは絶対に落ちる、バレル。で、まあ、潮吹きでルカリオも貫かれて、まあ、僕、ラストゼルニアスですからね。ゼルニアス1匹で相手のポケモン4枚抜けるかっつったら、絶対抜けませんから、終わりでーす。対戦ありがとうございました。まあ、今日伝えたかったこととしては、唾液が思ったより強力なので気をつけましょうという、そういうお話でしたね。